今俺からみんなに提案があるんだけど、うんうん、今一回全員押してみて、増やしてみて、この1分間でじゃあどうなる、うん、今例えば減らした人います、うん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 、で一回今増やしてみて、うん、じゃあ今から30秒後な、うん、30秒後に今から全員増やしてみてどないなるこれ減ったり増えたりはだから減ること押したら減るんだっていうことを時間だからあと30秒後な、うん、いくでもう今やったら別に減っていいよ、うん、いくで123ちゃんと秒単位で数えるから4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20登録者の話な、21 22 23 24 25 4 3 2 1押してくれ押してくれどないなんねやどないなんやあなたはどういう感じや押してくれまだ減ってるやん減ってるやんだからまだはい後からやから押してくれこっからどないなんねやあ増えてきたおー増えてきたそういうことやねんそういうことやねんみんなそういうことやありがとう増えていった増えていった増えていったそれは嬉しいありがとうちゃんとみんなあれそう清き一票お願いします反応してくれて、これはありがたいことやな。ありがとう。うん、ちゃんと反応いうのはやっぱ嬉しいよな、こういうふうにして。ありがとう。うん。いや、めちゃくちゃありがたい。いや、めちゃめちゃ増えていってる。うん。いや、嬉しいわ。増えてるわ、増えてるわ。いや、この間な、目でこう確認できるからありがたいよな。うん。うん。ずっと動いてるからな。そう、増えてる。まだ増えてるのが、動いてるのが。まだ増えてる。まだ増えてるこれだってそうだから今みんなが押してくれてんねんそういうことやでうん、うん、だからジョー君がそんな言うてるからほんなら押さなあかんなあ言うてみんな押してくれてはんねんやからジョー君大好きやわ花毛のおばちゃん大好きやわまだ登録してんと見てはる人もいてはんねんやうんだからそういう人が登録してくれたら、うん、そこそこの数字が上がっていくと思うんだけどなそうそうそう私もそうですスパちゃんも飛ばしてくれてる人俺はコロッケさんありがとうございますヒカルさんも設定してたんですけどチャットのコメントを登録者限定にすると登録忘れや勝手に登録が外れてることに気づく方もいるはいはるかもですこれどうする？どういうこと？だ登録してる人しかコメントできんっていう状況をにするってことらしいでああはい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 いいかもまあいいかもな、うん、ちょっとできるんやったらやってみてそれ設定せなあかんやろうんうんうん、うん、でも全然俺はなんかその、うん、登録してない人でもコメントしてくれる状況でいいと思うねんけどな私はやっぱりその方がいいなんか通りすがりの人もおるやろうし、うんうん、でもなんかこうそういう新規の声みたいなのもあってもいいと思うからただできるだけ登録はしてほしいなっていうそのあれはな別にそないにはっきり分ける必要ないと思うんやけどなそういう人でもまたほんな見ていってほんな登録しようかいう人になるからなそれはそれで私はいいと思うけどな確かに、うん、もうちょっとこう心を大きく広く持ってやればいいんちゃうかなとか思うあでも登録してるよ、うん、子供と一緒に海外旅から見始めましたまた一ちゃみたいな ありがとうございます嬉しいな、うんうん、アカウント10個ある全部登録してめちゃめちゃ熱いやんえ何それそのほぼ村長やん権力そんな皆さん持ってんのやばいやんすごいないやすごいすごいすごいみんなやってくださいなあやってほしいないや花毛のおばちゃんもそうやってなんかこう200万人を応援してくれるのが嬉しいわそれは当たり前やろ家族やろいや嬉しいわ当たり前に決まってるやんで200万円ちゃうね200万人登録なったら、うん、またさっき言うたみたいに楽しいことがまたいっぱいあるわけやん増えるなだから私は楽しいことするのが、まあ、生きがいやからまあみんなそうやけどな、うん、だからそっち側の方をまたこうやりたいからいうのがあるわけやんまあ私の長生きもやっぱしこれはやっぱしこうな、うん、楽しいことしてるから長生きしてるわけであってあ確かにだから心と連動してんもんな、うん、体ってなんか花毛のおばちゃん見てたら本当にそう思わされるわ健康って心の状態によってやっぱそうやって変わっていくんやなって、うん、だから、ね、やっぱり気持ちでやっぱり長生きしてるみたいなとこあんねん私はねだから花毛のおばちゃんってなめちゃめちゃ得やねんババアの鎧着てる子供やねんやんそうやね。そう、ババアのコスプレしてる子供やねん。だから中身めちゃめちゃ子供やねん。だから俺得やなと思うねん。俺もだってババアって「えい!」とかやってるだけで、花びらおばちゃんがやってたら「元気やな、こんなエネルギッシュな74歳おらんよな」って思われるから、全部花びらおばちゃんのしゃべることって説得力もあるし。でもな、やっぱしな、それをしよう思ったらな、皆さん年取りにならなあかんねんで。そうやんな、うん、ここまで長生きできるからこそ、しかも健康で元気で長生きできるからこそ、うん、得をしてんねんな。そういうことやねん。だから俺がこう「ウェー!」ってやってても普通やん、若いやつがやってる。花びらおばちゃんが「ええ!」とかやって、この間の電車貸し切りの動画みんな見た。それな、つり革とかで「ええ!」とかやってたら、なんかもう笑けんねん。それだけでもやっぱりみんなに喜んでもらえるから。やっぱ年いくことは素晴らしいことやなと思うねん、ある意味な。だからババアって得やな、ほんま。いや、ババアって得やで。え、ちょっと待って、赤すてさん、ちんやくに渡してください、ここ声聞きたいです。ちんや、1000円スパチャ。1000円もらった。1000円もらったん、やったな。よっしゃ、やりました。あとでなんか怒ってや。生々しいな。なんか YouTube に撮られたりするやん。Google になんか何割とか撮られた。生々しい1000円渡したけど俺。なんかキャッシュオンやな、キャッシュオンやこれな。一番損するの俺やねん。まあ結局会社にYouTube から入るけど、それも削られて入るから。もう細かいこと言うな。いや、いいやん。そういう説明することによってのツッコミやから。ええねん、ええねん。で、その1000円でなんか怒ってもらう。そうやわ。現金で臭いって言われてる。ちんやのなんか歌ないん？1000円もらってんから。どんな歌歌うの？赤い糸歌うの、いつもカラオケで。赤い糸結ばれてんの？いつもなんか勝負曲やねん、あいつの。赤い糸ってどんな？小袋の。あ、小袋好きやったもんな。心の迷わぬやりとりばかり。好きやけど歌わすのが好きやねん。じゃあね、なんかあいつの赤い糸心こもってん、絶対多分思い出詰まってんねん。そうやけど、なんか深いなんかしないけどことはあんねんな。赤い糸あの頃思い出すような、ないけど純粋な愛を持ってんねん。純粋な愛持ってんのじゃないけど、純粋ってなんかあんねん、あいつは。あの声は純粋、あの時歌ってる瞬間だけは。私聞いたことないから今度歌ってもらおう。そう歌ってほしい。おばちゃん化粧変えたって言われてるわ。化粧変えてないしやで。化粧変えてない。なんでちんや君幸せになってね。いや、それは分からんけど俺は別にいつも通りや。なんで反応せえへんねん。ここに反応しても何も返ってきへんわ。そんなことあれへんわ。あー、面白いかもしれん。確かに家族写真。あ、スーツ着てネクタイやって、ほな私は着物着なあかんか。あ、着物着てもいいやん、似合いそう。着物買うて。健直子はだから何で健直子やねん。健直子やん、どう見ても。どこは健直子やねん。まあ、健直子だよみたいな顔してるけどな。でもメイクアップしたら健直子みたいな顔なんのかな。あんな顔なんのかな、私の顔。かなり昔から登録してますな。メイクアップ力あるよな。ちんや君の声が大好きって。ああ、嬉しいな。声だけか。中身もええ男みたい。着物って、いや、私着物着たらめちゃめちゃ上品な奥さんになると思うからな。なりそう。いや、じゃあ割とちゃんとした格好したら、今日もそうやけど、割となんかこう金持ち感出るよな。金持ち感出てちょっと品があるやろ。おばちゃんのボス代って。あ、立花舞さん、おばちゃんのボス代もらったで、このボス代。ああ、ありがとうございます。おばちゃんにあげてください。いつもニコニコ現金払い。1000円もくれんの。1600円渡そうかな。1600円もくれんの。1600円。こんなようなお釣り渡さなあかんかな。あ、2000円なって。もうお釣り渡すは後で400円。なんでやねん。おばちゃんどこの化粧品使ってんの。私いつも言うてるダイソー。なんかあんの、そのダイソーっていうこだわりが。こだわりがないからダイソーな。こだわりがなくって、こだわりがあるの値段。今日の顔日に焼けてわかる。あ、やっぱり焼けてるんや。めっちゃ暗なってん、今日の花見で。今日プライベートみたいな花見。あ、ほんまや。そうや赤なってるわ。めっちゃ顔赤なってる。焼けたんわかる。俺もこの画面で思ってめっちゃ暗なってんやろ。いや、ほんでジョーは一番よう焼けてんじゃん。さっきの俺サムネイル撮影みたいなこうやってる。めっちゃ黒いな思って。ジョー色白いから余計目立つねん。せやわ。もともとが白いから。そうやねん。もともとなんかしないけど白ってやっぱしあれやから。でもいいな、なんか順調にでも登録者は増えてるわ。うん、やっぱありがたいよな、この人やな、配信やってな、登録者増えていってくれたらやっぱりやりがいもある。はい、196万9000人をマジで目指して、え、社会人ですけど何か絶対ゆうくんやん、リーさんやん、いつも楽しく拝見してます。少ないけど賃役にテキーラ代です、応援してます。何ぼて8000円来たて、8杯分ぐらい、8杯分ぐらい。すごいな。それはゆうくん一緒に乾杯、リーさん一緒に乾杯やわ。いや、ほんまやで、さすがに。いや、でもそれマジで2人で乾杯した、俺見届けるから。で、それマジで俺はバーまでついていって、俺ストーリーにあげます。そのストーリーをゆうくんとリーさんと俺のストーリーをタグ付けして、インスタタグ付けして、ちゃんとこの8000円を8000分飲み切りましたっていうことを今俺バーに行って見届けるんだ。ちゃんと届けて報告したら、うん、しっかり。だってそれ用の8000円やからな。笑かしてくれんな、おもろいな。遠隔で飲まなければいけない状況を作られたっていう感じやな。そういうことやな。こんなん言うたらみんなそんな人送ってくるんじゃん、なんやかんやと。うん、おもろいから。ジョー君日焼けした。そうやねん、日焼けしてん。ジョー君の財布からいくらでも出るわけないやろ。出る出る。限度あるわ。出る出る。金庫から出してきたらいいんだ。おばちゃんの料理の YouTube 番組楽しみにします。ありがとうございます。おばちゃんの料理マジでうまいから、みんなよかったらおばちゃんの住所またインスタに書いとくんで。ありがとうございます。よかったら行って。いや、もう簡単やからな、誰でもできるやつやってるから。やばいよあれ、需要あるよ。いや、もうなんかあえてほっこりして、かつなんかクスッと笑えるみたいな。いや、もう喋りが面白いもんな。いや、料理言うほど大したもんちゃうねん。大したもんちゃうから見やすいねん。もう簡単にできるのしかせえへんねん。邪魔くさいねん私だ。まあ、大概邪魔下がりやからな。え、レディゴーのジョッキが9980円って正規の値段ですか？え、もし転売されてるんやん。え、転売されてんの？え、プレミアついてんの？そんな高いわけないやん。あ、みんな通報して。レディゴーのジョッキ勝手に売ってるやつおるんや。いや、それもその何、9000なんぼ？いや、うん、これ、あ、やばいな、それ。あ、だから、レディゴーの、多分ガチャガチャあんねん。レディゴーにガチャガチャあって、それで、レディゴーグッズとか、ジョブルグッズがあったんねんや。ガチャやねん。マジか。なんぼ？なんぼ？なんぼ？9980円。ジョブログのジョッキ。あ、こいつ通報しようぜ。でも、アマゾン界から、アマゾン界からこいつ、通報しよう。マジか。みんな、こいつ、一斉に通報しようぜ。こいつ、今から調べて。全員でこいつ追放して、一気にこいつの端末を Amazon で使えなくしてやろうぜ。で、思いっきりコメントでお前なんで勝手に9980円で転売しとんねんっつって。ほんまやな。私ほんだらレディゴーって10個でパクってくる。自分でダサいと思わんのかな、そんなことやるやつ。え、マジでエグいよな。なんかどういう神経なんやろな。例えばその俺のことがもともと好きやったんか視聴者なんかとか分からんけど、いやかなんか視聴者の連れなんか分からんけど、パッて来て500円ガチャ当たってレディゴー「おおやった!」で「これうわこれ売れる」とかなって、そのもうめちゃくちゃおもんないよな、その神経。まあ売れると思ったんやろな、きっとな。いや、それは売れはする可能性はあるけど、だってそんな遠くから遠方でなんかの理由で行かれへん人たちとかもおるかもしらんねんけど、でもなんか俺そこになんか法外な値段つけんのは500円とかで当たるもんに対してな、なんか喜びじゃないもん、そいつらに対しての。まあだからまあ550円ぐらいって言うよな。うん、1割ぐらいだったよね。まあそれはでもなんかこうもう宿命やねんけどな、その表現者のなんかその有名税じゃないけど、それはやっぱしあるよな。うん、なかなか手に入れんもんやから、まあ価値をつけたいっていう思いがあるかもしれない。だからみんなで通報しようぜ。ジョー君、色白のうちに本気の女装してください。いや、ほんま、私もそんな考えたことあんねん。じゃあね、俺、女性になるって俺マジで無理やねん。なんで無理やねん。性質的に無理やねん。いや、じゃあ顔だけやで。顔だけメイクするだけやん。嫌やねん、そういうなんか女の子っぽい感じ。いや、でも、絶対可愛らしくなると思うわ。うん、私が一遍やったろか、今度。うわ、嫌やわ。なんで嫌やねん。性質が男やからもう。いや、そら、顔のメイクだけや、そんなもん。役者さんやったらみんなやってるやん。かめへん、そんな別に性格まで女になるわけじゃないやんな。メイクやってるもん。まあいいよいいよ。そのうちなんか罰ゲームやったらいいけどな。な、罰ゲームで今度。え、そんなに嫌なん？顔触られんの？うん。え、なんで？じゃあ顔触られるのはいいけど、なんかこうやったことない。女性のあんな感じになるみたいなのが無理やねん。女性っぽさみたいなのが別にいらんから。いや、好きとか嫌いちゃうのおもろい。好き嫌いで言うてんちゃう、おもろいっていう話や。いやでも絶対綺麗になるよ、この顔立ちはな。綺麗なんのかな。そりゃ綺麗になるやろ、この顔立ちやったら。いやでも男っぽい顔してんだよ俺。男っぽい顔か。あ、女性っぽい顔してる。まあどっちか言うたら女の子っぽい顔に見えるときあんで。あ、そうなあ。あ、でも能年玲奈ちゃんに似てるよう言われるけどな。なんだ、どんな子か知らんけど、うん、そうでもあれやで、美形やからな、うん、どっちか言うたら遠くから見たらひょっとしたら女装しとったら絶対に女と間違えられそうな顔してるよ。あ、そう、うん、絶対そうやわ。ジョブログチャンネルとイカルチャンネルの登録達成応援してるよ。頑張ってな。ありがとうございます。ありがとうございます。鼻高いよねって、ジョー君男っぽいからねって。まあ性格はどっちか言うたら男っぽいけどな、顔は女っぽいどんな感じなんか分からんな。でもその自分ってどう見えてるんかってあんま分からんけど、そのイケメンや黒髪になって、うん、高青年感は出たなっていうのはすごい増えたけど、あ、なんかそういうのいらんなっていうのが、黒髪だってなんかすごい真面目な感じに見える。真面目に見えすぎてる自分がおるから別に真面目じゃないのに、うん、なんか黒髪になってなんかネクタイが似合いそうになったあの意味分かる分かる。その俺が一番欲しいのって自由やね、うん、夢と自由さえあれば生きていきたいなと思ってるのが、もうそれ以外は別にもうなんかいらんって言ったら、あと友達やな、大好きなのは、うん、まあそうやな、友達は必要やな、うん、そうっていうのはあんねんけど、それ以外やったらまあ家族とかも大事やけど、うん、いらんなっていう感覚があるから、その自分が勝手にこう縛られていく感じってあるやん。なんか真面目に見られすぎたら、綺麗に見られすぎたら、綺麗になんかこう見えちゃってるから黒髪によって、うん、あ、やっからやっぱ金髪の方がええんかなみたいな。だからやっぱし黒髪にやったらネクタイ似合うで、うん、女性受けは黒髪の方があんねんで。あ、そうなん。女性受けは黒髪の方がやっぱあるやん。だってその万人受けするやん、みんながやっぱ黒髪やから。みんな次どんな色にするの？金髪やん。いや、それやっぱ金髪にもっと戻ろうかな思って。スキンヘッドとか、うん、キャラがキャラやから大丈夫やと思う。あ、スキンヘッド言うたの返事せえや、お前。あ、ほう、もう西にいっぱいおるやん。もうスキンヘッドにしたらいろんな冠がかぶれるやん。あの人らだけで十分やろ。今日の人らもそうやし、もうスキンヘッドやんみんなも。まあいっぱいおるからね。ジョークのレインボーカラー見て、めんどくさいねんこのレインボーカラーは。すごいよね。よう髪触っていい？ああ、触ってやん。あ、ふわふわ、なんかファービーみたいな髪やな。ふわふわやろ。うん、ええ髪やろ。どう猫毛やな。これ絶対ハゲんねん絶対いずれハゲんねん。ハゲる言うな。こういう髪の毛の質はハゲるねん。ハゲる言うな。いやもう、え、でも俺おじいちゃんハゲてんねん。でも親父まだハゲてないねん。お父さんそうやな、ハゲてないな。いや、ただな、俺な、もう金髪やらなんちゃらかんちゃらしすぎてちぎれてんねん。めっちゃちぎれてんねん。でこうブワーとかやってシャンプーとかやったらちぎれんねん髪が。やばいな思ってんねん俺。いやだからな、髪の毛痩せていってんねん。あんまりこう触るから、うん、色をつけてるやろ、ブリーチやるやろ。不安にさすな。もう5060とか70とかなってハゲんのやったらまだええかもしれないけど、うん、ただ今ハゲんのは嫌やわ。まあそれはかわいそうやわね。それは抵抗するわほんまに、うん、まあええやん、うん、今はちゃんと立派な何やいろいろつけるもんがあるから、うん、私も髪の毛はな全然痩せへんねんこれ。丈夫やわ。黒髪にしたら存在感が消えた。いや、わかるわ。ええ線言うてる。確かにイコールやもんな。え、じゃあイコール金髪やったんやな。普通の男、普通の青年になってる感じはある。うん、まあでもそのキャラとか企画とかジョーはジョーやねんけど、パッて見た瞬間にブワーって、例えばわからんでいろんな人たちと一緒に画面で映ります。多分普通の多分いい感じの男やと思う。過不足ない、過不足ないいい感じの、うん、耳を澄ませばとかに通行人とかでパッて出てきそうな。いや、ほんでなんか知らんけどようできたセールスマンみたいな、営業マンみたいな営業いや営業っぽい、なんか成績のいいなんか営業マンみたいな。営業は営業でできるとは思うけど、自信があるから。いやいやいや、その話やってんじゃん。だからイメージやからそういうふうな感じに見えんねんて。まあだからそのうちあの黒髪は卒業してまた金髪の本来の形に。だからチャラさがないから思んないね。そう、チャラいのが好きらしいね。私チャラいの大好きやね。普通が嫌いなんやろ、要するに。普通は思んないから嫌い。普通を逸脱した人が好きなんやろ。まあどっちか言うたらちょっと変わった人好きやな。そういうことやろ。まあ変わったいうのはおかしいけど、個性的な人な。まあでもその金髪になろうが黒髪になろうがピンクになろうが青になろうが、その俺っていう存在をまずベースで愛してくれてる人たちがおるから、それは俺めちゃめちゃ嬉しい。やめろやめろ、近づくな。頭の良さが好き。どっちのいや、花火のおばちゃん頭いいよな。そんなことないけど、めちゃめちゃ頭いいよ。いや、頭いいことはないけどな。え、自分で思ったりせんの？頭いいよ。いや、思うよ。なんでやねん。なんで言わせんねん、私に。いや、俺思うねん。言わなあかんかな、思うよ。いや、なんか、経営者みたいよな。なんか目線とかがこれはなんか一個こうフレーズを出したらその奥行きの方まで答えてくれるやん。物事の話を一個投げたりしたら奥行きの方まで答えてくれるから、だから俺もその奥行きについていこう思って喋んねん。じゃあずっとラリーが始まる。これって普通の人ってあんまりないよな。ないねん。経営者ってもっと普段から一つ一つの物事を奥まで考えたりしなければいけないから、作り手になるから。でも花毛の坊ちゃんってそういうタイプだから、おっ頭いいんやみたいな。結構まあな論理的になってしまうけどな。いや頭の回転がだからめっちゃ速いね。いや頭の回転が速いことはないねんけど、速ないとそんなガトリングガンみたいにしゃべり、いや私頭で考えるよりもめちゃめちゃ寝転んどるやん。もうお前リラックスしすぎやで。お前ちんや、お前ちんや寝とるで。起きてる起きてる。ちんやフラなしゃべれへんからちょっと振ってあげて。聞いてて聞いてて。あいつが一番楽してんねん。お菓子食べはよ。お菓子食べときはよ。お菓子食べたらねえへんから。子供か。あお菓子食べ。私お菓子大好きやねん。おばちゃん手振ってやって。ブリキのおもちゃやん。ブリキのおもちゃ。ブリキのおもちゃ高いねんで、失礼なこと言いない。でもこの人形作りたいよな。食い倒れ人形みたいな。まあな。可愛いやん。可愛いからええやん。でも結構食いだる人形っぽさもあるやん。あるな、確かにな。前が動かそうか。動けへんねん。動かんな。動けへんわ、そんなもん。177。何が？身長。あ、じゃあ深夜は身長でかいねん。177もあるへん。嘘やん。あるわ。嘘やん。細いからちっちゃく見えるだけやねん。キャッシャーやから。あるよ。そんなんあるか？ええ？エヴァンゲリオン体型やねん。エヴァンゲリオン体型？ガンダム体型やねん。あ、そうなんや。モデルよりちょっと細いんちゃうかぐらい。エヴァンゲリオン体型。177もあるように思えへんけどな。いや、足短いんか。足が長いよ。いやいや、言ってんねん、かっこ言うて。ほんで横立ってみるわ。細長いよね。いや、でも改めて横立ったことないもんな。改めてないよな、横立ったことな。あとででもあれやで、いかなあかんで、そのDさんのちゃんと言っていいよ。え、だって明日休みやろ。明日休みな。明日休みな。ちんや明日休みやから。あ、そうな、明日休みな。そう。ちゃんと週休2日取るようにしてんの。らしいな。ちゃんと偉いな、そういうとこちゃんとしてあげる。いや、できればやで。でも、旅行ったらそんなわけにいかんもんな。そう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 。だから旅は旅で、旅ボーナスが実はあんねんけど。旅ボーナスあんの？あるあるある。特別手当みたいなもんやな。そう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 。あ、でも普段の旅はないで、ペッてこう奈良行く、名古屋行く、東京行くとかはもうあれやけど。だけどおばちゃん可愛い言われてるやん。いや、やっぱ可愛いよ私は。私も若い自分おばあさん見たら可愛いなと思ってる時があったから。これ見える？ちょっと読んどいて、ちょっと俺正面だけ行かしといて。なんとか見えるわ。正面行かしといて。消えてもった。読めてる？もっと米拾って。あ、かわいい。おばちゃんほんまにかわいい。ありがとう。まあ、死の朗読。いや、でも当分早いねん言うとこが読んでられへんってゆっくりと。何言うてんの。おばちゃんかわいい、ありがとう。花毛のおばちゃん会いたい、どこで会えますか。まあまあ西成に来たら大概会えますよ。おばちゃん好き、おばちゃん大好き。おばちゃんばっかりやな。いや嬉しいわ。おばちゃんの孫になりたい。いや孫はなちょっとな嫌いやからええわ。邪魔くさい、子供邪魔くさい。自由に動かれへんから私が。いやおばちゃん読めてないのほんまマジでな。ほんまこんな早いのに読まれへんってついていかれへんよ。おばちゃんに会いたい、おばちゃん可愛い。私は一体いくつやと思ってんの。老眼もかけんとこないし一生懸命やってんのとほんま見えへんもん。普通やで老眼かけらなあかんやんか。老眼かけんの嫌いから絶対かけへんねん。すごいな。そうやで。おばちゃん言ってたミニムタカフェ行ってきたやって。ああミニ、あれ日本橋にある。あ日本橋やわ。ナンバーの参加を超えの近所な。西成ちゃうで。予約せなあかんで絶対入られへんで、今人気みたいやからな。あれで余計人気なんてあるなと思うわ。それ前でも予約せなあかんかったやなあそこな。でも爬虫類カフェもめっちゃおもろいであれ。私やっぱりこうヘビも可愛いなと思ったもんな。みんなヘビ気持ち悪いとかなんか言うけど可愛らしいヘビもおんねん。可愛らしいトカゲもおんねん。だからみんなその大蛇を連想するからあかんねんや。だから細い可愛らしいヘビはベルトみたいなヘビがおるね。可愛らしいから。だからみんなそれやっぱりイメージやな。でっかいヘビは怖い私かってな、やっぱりな、ないかん言うてもな、何や。おばちゃんおばちゃん、今ジョーがおれへんからおばちゃんおばちゃんおばちゃんコールばっかりやけど、すごいおばちゃんコール、いやほんまやね、人気なんやって。いやまあいやばあさん珍しいねやっぱりな。いや珍しいよ、なんでババを産むかなってなんもん普通に YouTube のチャンネル開けたら、まあそりゃそうやな、普通に考えたらなるやろ、普通。いや最高齢 YouTuber やで、もしその YouTube としたら、いやそんなことないやろ、もうちょっと上の人になるって。まあまあまあ、金ちゃんも俺コメント早って、金ちゃんも見てんねやん。金ちゃん今日その大事なお客さんがあやわじ山に来るっていうから、てめえらみたいな人間は相手されへんわって言われて、すごい俺傷つきながら今この配信して、金ちゃん来てくれんかった。しゃあない、金ちゃんかったらそれに都合があるからな。金ちゃんは忙しい。金ちゃんはやっぱしゃあないで商売してるからな。やっぱり店におらなあかん人やから、金ちゃんの場合はな。なんてあらって決まっとるやろ、めちゃめちゃベタベタやん。トイレ行ってきたんか。トイレ行ったんや。もう2回目やで近いな、私の方が近いな。熟女好きなんですね。熟女、別に熟女って言い方もある。いや私は熟女か、熟女やろ、熟やろ、ちょっとじゃあもう枯れてる。だけどあんまり俺は年齢を気にしないからこそ幅広くなっちゃうね。いやでもやっぱり年齢気にせえへん言うても多少気にせえやちゃうか。いや別に気にしてないよ。いやもう食事でも同じようなぐらいの量を食べるしな、別にそんなになババアと一緒におる意識ないもんな。確かに。でファッションも結構はずやし、だからジョー君は私の服着てもおかしくないぐらいの服着てるから、私いつも。確かにすごいよな。でも似合うやろ。めっちゃ似合う。そうやろ、私なんか地味なんか似合わそうで、ちょっとやっぱ派手気味の方が似合うみたいな、こういうふうな感じでも、まあこれもいただきもんや。キャラに合うてるよな、そのキャラに合うた服を着た方がいいよな。どんなキャラや。だってもううるさいしはっちゃめちゃやしわーってやってる感じの服やん。だから普通の多分、でも俺な服選びってすごい大事だと思う。自分が着る服ってそれになると思うね。その場所と一緒、その場所に住んだらその自分になる感覚と一緒で、服はオール黒やん。落ち着いた大人な上質な時間を演出しようと思って。オール黒やでほんまに、パンツまで黒ちゃうから。そうだからまあその黒髪に派手な服って合わんくない？合うよ。合わんねんて。合うって絶対に。でも顔は俺ちょっと派手な気がする。顔は派手。ちんやおい寝んなよ、ちんや寝てめちゃめちゃ寝とる。顔は派手かバリ寝てんで、ちんやちょ言うてみんな足で蹴ると寝たらあかんで、ほんま鼻つまん上質な時間を演出くさくさくさ。じゃあ微妙にな登録者増えてんけど、みんなほんまにこれでも言っていかなあかん、促していかなあかんわ。本当に200万人を僕たちは目指しています。あともうちょっとなんです。いやほんまにね。で本当にいずれは行くと思うんですよ。コツコツ絶対に行くのは間違いないねんけれども、コツ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 皆さんのことを大事にして面白いことをコンテンツを提供していったら、面白い動画をやってたら絶対200万人まで行くんやけど、ただなんで俺が逐一言うかって言ったら早く行きたいね。なんで早く行きたいかって言ったら早お酒飲みたいって言うと、なんでかって言ったら酒を飲んだ方が俺は多分輝ける動画が多くなるというか、まあ今以上にもっと面白くなるいうことやからな。西成にこんなにのんべえや飲み屋たちがはびこってそこでドラマが劇場が生まれるかっていうことを理解せずに俺は自分に規制をかけてしまったから。だってな、西成言うたらもうお酒の街やん。そう朝から飲めるところやねんで。だからできるだけ俺その予定を断らざるを得ないことが多くなってしまって、だからちょっと皆さんはい。早いこと酒飲ましたってください。200万人行くために今見てる人たちチャンネル登録してない、今一回じゃあ、今これ見てる人で、今一回やで、後で外してもいいから今一回押してみて。どないなのこれ、わざと押してみて。もう外してもいいよ別に。今一回だから今これ見てる人でチャンネル登録してないっていう人今押してみて。でそれで今までチャンネル登録してなかった人ってこんだけの幅があるんやなっていうのを一回今知りたいから、今押してみてな。減らした意味ないで今じゃなくて、今増えるっていう伸び率今してないっていう人たちに対してのっていうのを感じたいから、いくで321でいくで321レディーゴー。これでだから伸び率が今見てる人たちの中で登録してない人たちがこんだけおるんやっていうのが分かるから。なんでなんでなんでやねん。あと10秒ぐらい待とうか。10、9、8、7、6、5、何やねん。3、2、1。お、均衡しとるな。一緒やん。っていうことは、だから、そういうことやねん。みんな、3人ぐらい増えたと思うねんけど、みんな登録してんねや。そういうことやねん。登録してる方は登録してるっていうことなんや。そういうことやねん。振り幅っていうのはそういうことやねん。っていうことやわ。だからさっきからずっと均衡してんねや。だから一番いい生配信では実は言うとあんねん。登録してる人らが見てくれて、かつその人たちは俺たちとのコンタクトを楽しんでくれてるっていう一番いい、安定してんねん。今のところはめちゃくちゃ安定してんねん。ジョーブログって実はそういうことやねん。みんなファンがやっぱし見てくれてる、見てくれてる人イコール登録してくれてるっていう。だから登録漏れはないいうことやねん。逆に嬉しいわ。登録漏れはないねん。逆に嬉しい。これやったらてか俺って結構ポジティブやな。いやいや、まあポジティブの方がええやん、そんなもん。あ、だからそういうことなんや。だからもう登録漏れはないいうことやねん。そういうことや。すごい感じたわ。っていうことは面白いこと1個また思いついたけど、別のプラン TikTok ライブも同時にやってみよう。俺 TikTok って今なんかそこまで力入れてるかって言ったらちょっと分からへんねんけど、まあ 100% ではないかもしれないんだけど、ただその1回 TikTok ライブ今やってみて。ちんやん、じゃあ、充電器貸すわ、これ。あ、でもこれちょっと伸びてるやん。やっぱり登録してない方もいてんのかな。やっぱり登録してない方がちょっとやっぱり少しはったんやな。そういうことやろ。だから縁と違う、この話。あ、でも嬉しい、嬉しい。だから、あ、登録、私してなかったわ、いう人も中にはいてんねんや。したつもりやけど。いや、レディゴー来て、写真撮ってくださいって言って、めっちゃいろんな思いを語られて、あ、そうなんです、ありがとうございますって言って、とか、登録してんのって、なんか誰かが言うねん、従業員の人とか言ったら、登録してなかったら、なんでやねんって。そう、そういう方は結構、言ってはるかも分からへん。あともう一個多い、にやかファンランキング1位で、じゃあ、レディゴーやりましょう、レディゴー、レディゴーってこうやってやった時に、こうやって、こうやってやねん。春樹海や、これ。これ春樹海君の方や。ポーズ。レディゴーこっちやねん。そうやねん、これやねん。親指やねん。多い、多いやん、多いねん、それ。ちょっと角度つけて、こっちもこう。こっちも見ながら。あ、TikTok から通知来た。あ、みんな結構 TikTok だからフォローしてくれてる人多いんや。ジョー君、今日お肌ピカピカやけどどうしたん？いつもやって。いや、ほんで日焼けてんねんけど、顔ちょっと赤いやろ。日焼けしてんねん。そう。いつもお肌ピカピカって言われる。今登録しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ジョー君、サウナもやって。どういうことや？サウナやってんやん。やってるよ。サウナだいぶでもやったやん。結構俺サウナ通ってんじゃん。サウナブームやとか言ってたやん。サウナのもよく行くし、酵素風呂もよく行く。好きやね、ああいうなんかピカーンってなる感じが。私別に興味ないわ。何に興味ある？パチンコと？パチンコそう言ってきた。買った？今日はね。いつも何本ぐらいかけんの？かけるよ。今日は600円でかかって遊んどったんずっと。ほんで最後にタバコ1個取ったから、150円ぐらいの負けちゃう？知らんけど。へえ。まあ200円ほどの負けやな。だから200円で、ほんで私ちょっとパチンコ。うちの手ね取った。数十人や登録者数が増えたね。ありがとうございます。もうそれだけで十分や。今日やった回やった。花毛のおばちゃん、サムネが猪木や。悪口言われてるわ。サムネが猪木。ええやん、闘魂やんか。まるまるの闘魂やんか。ライトが落ちた、ライトが。少々のこと言われてる。そのライトあった方がいいわ。暗くなった、いきなり。そうやわ。私、このライトここにあったら天使になるからね。ジョー君カラコンつけてますかって言われたけど、俺つけてないね。俺もともと目茶色いね。ちゃんとよく見たら、ほら、目めっちゃ茶色いね。カラコンつけたら見たことないよな。いや、つけへんよ。それコンタクト俺無理やもん。なあ、私いっぺん怖いわ、コンタクト。カラコンちょっとつけてみようかな。目がパッチリするで。多分。だって目しじみやもん。なんでしじみやねん。絶対パッチリすると思うから。今度いっぺんカラコンつけてみるわ。何色がいいの？赤色なんでやってみたいんじゃん、一回一回やってみるものは試しようで、友達に頼んでこうてもらうわ。よう分からへんから。おばちゃんの若さの秘訣を教えてください。若さの秘訣？よう食べることかな。食べるの大事やから、よう食べることかな。よう食べて、ようなんか知らんけど動く。それやな。それとやっぱ若い人と一緒にこういつも遊んでるから、やっぱそういう面ではそこやろうな。自分の心の欲することを欲のままにしてるってことやもんな。ほんで私ノーストレスってことやろ。いや、ノーストレスいうことはないねんけども、年寄り嫌いねん。あ、健康の話ばっかするから言うとったんやな。そう、体の話とかな。みんなマイナスの話するもんな。うん、マイナスを除去するかっていう話やな。そう。だからマイナスの話ってあんま好きじゃないのよ。うん。やっぱプラスの方が楽しいから。なるほどな。うん。だから足し算でいきましょう。うん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 。楽しいことは足し算でね。ジョー君なんで生配信の方が男前なんです。え？あ、これでもなんか生配信の方が映りいいねん。でもこれ完全チンヤのせいやな。分からん、どうやらでも近い方がこう肌とか、うん、俺は肌綺麗ってめっちゃ言われんねんけど、確かにその YouTube こう際立つねん。近い方が肌が際立つから。でも今日なんか特に際立つで。焼けたからかな。いや違うよ、私のこの衰えた肌の横におるからや。衰えてないよ、74やってそんなんすごいよ。いやそんなことあれへんよ、やっぱし74全員並ばしてみ。綺麗か？ダントツで元気やし、まあ見た目はね。元気やだけやな。綺麗いうことは出てないやん。見えへんよ。73に見えるよ。いや、見たもんやな。何が言ってんねん、ほんま。まあええねんけどな。TikTok ライブ見てる人も女。TikTok ライブの人は皆さんYouTube によかったらチャンネル登録してください。よろしくお願いします。あ、そうやな。いや、ほいでも大概両方やってはる人おるんかな。どうやら分からんもん。そう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 。YouTube あんま見えへん人って少ないんちゃう。昨日ヒカルくんやばい動画出したの見ました。どういうこと？何のやばい動画？何出てた？何か出てた？どんな動画？私もちょいちょいちょっと見んねん。ちょっと一回 TikTok ライブしてることによってYouTube 生配信の登録者が増えるかどうか今ちょっと実験中なんですよ。だから今は同時にしてんねん。どういうふうな変化が伴うかいうのにちょっと、うん、あ、なんか飛んできたクジラみたいな。何あれ、あれ何、あのクジラは何、どうしたん？全く分からない、初めてやねん俺 TikTok ライブ。あのクジラって何よ、あれほら記者ポッポ記者。何これ、なんかめっちゃ飛んでんねん。その何スタンプみたいなんがなんかいろんな出てくる。ありがとうございます。でもやっぱその TikTok の人が今多分登録してくれたんか、うん、ちょっと登録者も増え始めたわ。お願いします。スパチャ的なやつやわ、多分。ちゅんか起きてるって。起きてるよ。ジョーさん、一生そばにいて、いや、一生ほんまに俺はみんなのそばにいるつもりやで。続けていきたいと思ってます、こうやって。やっぱしあれやもんな、こんだけな。大事にしてくれるから、こっちも大事にせな。いや、伝わってるよ。ほんまに。めちゃめちゃ伝わってるよ。ジョー君ほんまもあれやで、めっちゃ優しいで。人柄もめちゃめちゃいいしな、お世辞でもなんでもないんやわ。だから。なんで好きなんやろうな、俺、こんな人のこと。なんでやろ、分からへんわ。それは分からへんけども、いやでもなんかこう一緒に追ってくれるっていうことだけがこうなんかすごいこう自分の存在価値を高めてるじゃないけど、毎日も楽しくなってるし、ずっと一緒におるやん、ずっと一緒におったるやん。うん、そうやな。まあ短い人生かもしれんけど、もう少しでな。なんで短いの、なんで。じゃあでもなんか楽しい日々をくれてるってことだけが嬉しいね、俺に時間を使ってくれて。あんま良くないしな、ほんで良くない良くない、物欲みたいなあんまりないやんか。うん、自分も楽しかったら周りも楽しくしてあげようっていう、そういう意味の欲はあっても、自分だけが楽しむっていうそういうものはないやん。ないな。なんか誰かと共有したいと思うのが強いな。そうそうそう、女楽しいんやってみんなと楽しむっていうような感じやからな。こっちにめっちゃなんか帽子かぶせられるから、ほんまやな、こうやってやってんの。じゃあ次7日の夜に生配信やりたいなと。まあ時間はまだ未定やな。そうやな。まあちょっとな、今日7時からやったけど8時9時とかその辺ぐらいにまた告知したらにできたらいいかなと思います。あ、でもほんまTikTok の方もめっちゃこうスパチャ飛ばしてくれてるから、ありがとう TikTok のみんな。花火とかなんかめっちゃ怖いやん今の。何これ花火やって、何これ、こんなんできんねんな。ありがたいありがたい。これってアプリでみんなそんなんしはんねんな。スクショタイム欲しい。スクショタイム TikTok で、一回 TikTok で、おめっちゃ可愛い。何これ、今のやって、もう一回やって。可愛い。そんなんできんねんな。ええやん。そんなんでこれ誰がやってんの？見てくれてる。さっきの帽子欲しいもん。あ、そうなん、見てくれてる人はやってんの？すごい、ほら見て。あ、星の王子様みたいな。めっちゃおもろいでこっち。ちょっとYouTube 生配信の人らにちょっと申し訳ないけど。いやいや、そういうそんな変化つけられるわけよ、こっち側の方は。あ、ひげ生えて。おもろいな。ほら。ああ、ほんまや、めちゃめちゃおもろいね。これは何なんこれ。アイテムみたいなの飛ばしてくれてるから、そういう帽子みたいなのがかぶらさったり。そういうなんか、アプリがあってやっていくわけ。スマチャみたいなもんやね。うん。ヒゲも悪ないやん。ええ。ちょっと TikTok ライブの人もチャンネル登録とインスタフォローよろしくお願いします。じゃあちょっと一回YouTube 生配信の方に戻りたいと思います。TikTok ライブの人はありがとう、見てくれて。ありがとう。ほななまた来週会えるね。あ、みんな会えるって思ってくれてるのが嬉しいわ。それはやっぱね。だからやっぱなんかこう、ほんまに花毛のおばちゃんもそうやけど、俺らが思っている以上に俺らの存在っていうことを視聴者さんに実は大事にされてるっていう感覚を途中でわかんねんな。すごくやっぱし優しい、見てはる人は。うん。やっぱ声かけられるの、路上とかで。まあちょっとな、最近な、声かけられるな。おばちゃんっつって。花毛のおばちゃんやな、いう感じで。花毛のおばちゃんっつって。写真撮ってくださいっつって。電車とかでも。電車もたまにあるかな。あ、そうなんや。すごい、それでもいいことなん。なんか有名になることって、なんか一種の、ちょっと一つ、足かせにもなるやん。なんか自由もなくなる部分もあるやん。まあまあ、そこまでまだないで、自由がなくなるまで言うまではまだない。なるほどな。まだちょっと気ぃ付いてくれはるなーっていうような感じ。ああ、いい感じにな。そう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 。ちょうどええやん。ちょうどええぐらいやな。いやでもこれからちょっと街歩かれへんようにしちゃうかもしれないんで、もしかしたら。いや、そこまでなれへん、多分。なれへん。なるて。なれ。だって俺がスターになるもん。いや、君はなるけど、私はなれへんで大丈夫やから。だって一緒にそんなん出てたら、ジョーブログに出てたら、全部ついてくるもんやん。そこまででも私はやっぱし若くもないし。いや、それは関係ないですよ。キャラについてくるから、人は。いやいや、そんなことあるんや。ジョー君みたいになるわけないやんか。ジョー君は自由はないの。あ、ある。なんか、別にその制限があるとかはあるで、もちろん。でも、それ自体が自由かどうかっていうわけじゃなくて、自由っていうのは自分の心の中で持つもんやと思って。でも結構ないが遊んでるもんな。だから、その有名じゃない、そうじゃないとか、有名であるそうじゃないかどうかっていうところで、自由っていうところを測ってるわけじゃない。その自由っていうのはどんな状況でも自分の心の立ち位置を自分でポジショニングできるかどうかっていうのが自由やと思うねや。ごめんな、難しいこと言うやろ。分かれへんか。そっか。まあ分かりやすい例えしようから思ったけどやめた。もうまあ要するに自由であるいうことやね、今は。不自由してないということや。どんな状況でも自分で舵を切れるかどうかっていうのが自由って感じやな。その自分で舵を切れなくなった瞬間に不自由になってるって感じやな。そういうことやな。感覚で言ったら。洋番長洋子ナースさんありがとうございます。日本男児さんありがとうございます。北海道から応援してるねってありがとうございます。そうやな。そうだからその俺より多分制限がない人たちは多いと思うで、いろんな面でやけど生活の面でとか、その街歩いたらだって俺声かけられるしとか、どんなとこ行っても声かけられたりとかしてそれでなんかこう人が集まっちゃってとかってなることもあるから。でもある意味自分自身でそれを望んでこの業界に入ってるからな。だからそれを不自由と感じへんと思うわ、あんまり。でもその時にはその芸能人とかでここまで有名になろうと思ってなかったって人もおるし、有名になったらちょっとこんな現実待ってるんやっていう不自由に感じる人もおるし、でもその状況に応じたその自分の舵取りをできるかどうかっていうのはすごい大事かなと思ってて。まあできるんちゃうの人によってが。だからそれができん人もおんねん。ものすごくやっぱりそのできん人はしんどいかもわからんな。めっちゃしんどいよ。でもその能力っていうのが俺は生命力っていうもんなんやと思うで。私そんなんなっても絶対しんどないのやろ。だから花毛のおばちゃんどこ行ってもそこを楽しめれる自分の心を持ってるやん。そういう気持ちにならへんもん。それが生命力なんやと思うで。そうかな。いや絶対そうやと思うで。でもどこ行ってもしんどい人っておるやん。どこ行っても毎回マイナスな考えを持っちゃう人ってそれでもうベクトルが自分に向いてんねん。マイナス思考は絶対あかんよ。そうプラス思考にならなあかん。だからいかにその状況の中でポジティブに考えれるか、人のことと自分のことをっていうのをすごい大事にしてるっていう感じやな。そうでなかったらあかんわ。いや自由不自由いうのはどんな社会でもあるわけやから、別にこの芸能界とかそういう人特定の人以外にもあるわけやから。だって俺もう毎朝起きてパッてベランダ開けてめっちゃ空きれいやって今日最高やなって、俺が一番世界一幸せやなって思うもんな。その気持ちやねやっぱり。っていうのが大事なんやね。そこから始まるから。私お天気やったらめっちゃ嬉しいねん。わかる。めっちゃ気持ちやねん。わかる。雨降ったらめっちゃ嫌やねん。まあそれもわかる。めっちゃ嫌やねんほんま。まあこれはこれでいいかなとは思うけど、まあそういうことやんな。まあそれでも嫌いでもやっぱその中で楽しもうかないう気持ちはあるで。ああスパチャありがとうございます。伊佐坂さん、あ陽子ナースさんもありがとうございます。桃太郎さん、先月レディゴ行ったジョー君おらへんかった。あごめん。おらん時はおらん。申し訳ないです。朝から晩までちょっと無理だな。よくね YouTube 見てたらかなりプラスになります。おばちゃんの元気さを見て楽しくなります。ありがとうございます。嬉しいな。私の元気見てな。おじちゃんの体調大丈夫ですか言われて。あ、ちょっとやばいかな。やばいっていうのはその普通の生活はちょっと今しんどい状態やね。ちょっと足が弱いから。ああ。うん。でもその前その動画に撮った時よりもやばくなってんの。ちょっと足がな。ちょっと。うん。だからちょっと足が弱くなってるから今リハビリやって一生懸命ちょっとこう歩く練習をしてますので。ああ、そこそこそこ。うん。まあそれぐらいの程度かな。なるほどな。でも本人の心は前向きな。いやもう私はもう前向きなように言うてんねん。あ、そっかそっか。春なってきたから。なるほどな。そうやな、春やな。それが大事な人生を。なんか寒かったらやっぱ人間って動きにくくなるやん。メンタル的にも。そうそうそう。だから春なってきたら動きやすくなるし、なるほどな。気持ちもやっぱり明るくなって楽しく遊ぼうよって。なるほど。わいやいやいや。やったらよかった。うん。まあでもその人もな、おっちゃんも無理せん程度にな。少しずつまあ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 そうやな、まあまあそうやな。まだリハビリの先生来てやっぱりやってくれてはるからもうちょっとしたらいけるかなっていう。ああ、いやいやいや、ナイスパーティー。あ、レオンさんありがとうございます。ちょっと昔からファン無邪気でめっちゃ元気もらってありがとうございます。ほな俺でもあれやりたいな。何？一回最後これだけやろう。何そんなん？なんか光くんがやってたやつやっていい？どんなやつや？チャージってやつ。ああ、チャージ。俺これでめっちゃリスキーやねんけど、怖いね。めっちゃリスキーやねんけど、俺はでもみんなのことすごく信じてるから一回チャージやってみていい？時間決めないといけない。何分間？あれ何分間やってたん光くん？結構長かったですよ。5分。もう一回5分だから半でいいんじゃないですか。8時半4分。あ、じゃあ今からあと4分か8時半までで一回みんな別に登録を外していいです。これを見てくれた人、うん、外してください。全然で30分になった瞬間に一気に8時半になった瞬間に一気に全員また登録し直して。だから今から「よーいどん」言うたらみんな一回登録解除していいです。これ見てる人でもう今外してくれてもいいで半になった瞬間に一斉に戻そうっていう一個の遊びによって普段登録してなかった人もその流れと波に応じて、登録してくれるっていう感じだったんやな。だからそれちょっと面白いから今めちゃめちゃ減らしてくれていい。もうこれでもし減っちゃったらでチャージしたとしても減っちゃったとしたらもう俺らのもう力量やから。じゃあ今めちゃめちゃ減ってるやん。はい、もうみんな減れ。めちゃめちゃ減ってるやん。団結力がすごいな。いや、すごいよな。この反応がすごいやん。俺もトイレ行くから一回ちょっとこう。トイレ行って。めちゃめちゃ反応すごいんちゃうこれ。思いっきり反応してるやん。みんなの団結力すごいな。これはもう元気玉やから元気玉。いや、でもすごいよな。これ言うた途端にもうボコボコに減っていってるやん。元気玉やからもう、一人ぐらいまでなってもええからもう。チャンネル登録1まで。いや、すごいな、でもこれ。この動き。そうなんだ。2000人見てるから。だからみんなあれやな、この汗な。いやいや、みんなこの汗協力してくれるのも嬉しいやんな。だからすごい反応が早いやん、ほんで。あと2分ね。もうめっちゃめっちゃあれやもんな、減ってるもんな。すごいね。すげえ。いや、みんなでもこんだけあれやな、温かいねんな、こういうふうに協力してくれるいうのはな。みんなこのまま減ったまま落ちたらあかんで。ちゃんと8時半まで。いや、それは当たり前や。このまま落としたらあかんで。目的はやっぱりこれじゃないからな。うん。やっぱり減った以上はやっぱりちゃんともっぺん最低でも元に戻さなあかんわ。うん。でもすごいな。あ、ちょっと収まってきたか。うん。ちょっと減ってるよ。すごいな。ほんまやな。1000ぐらい減ってるわ。これ29分で見るわ。OK です。うん。見ますよ。いや、ほんでこれ光くんもこれやったん。そうやっててなんかこのなんかゲームみたいな感じでこれを見てあと1分あと1分面白いな思って。ああ、はいはい。ね、あと50秒。50秒だからなんか俺らもやってみたいや、そういうの新しい試みをやることによって一個一つのムーブメントが行われると思うからまあいいんちゃう。うん。29分になったよ。ほんでなってるなってる。あなたよ。じゃあ戻ります。だいぶ減ったで。めっちゃ減ってるやん。めちゃめちゃ減ってるやん。千何も減ったんちゃうん。こんな減る？30秒。1000以上減ってる。めっちゃ減っとるでこれ。あと30秒。30秒あとじゃあカウントダウン入んで。もうちょいで。だから見てる人全員で一斉に解除したチャンネル登録を思いっきりボタン押してな。でチャンネル登録してな。7、6、5、4、3、2、1、ドーンいけ！しゃあ！いけ思いっきり皆さん登録し直して！いけ！みんな登録し直して！戻せ。一回解除して、その解除したやつを戻してくれ。ああ、いったいった、上がった。めちゃめちゃ上がってきて。おい！上がれ。もっともっと上がれ。こんな感じでの、うわ、めちゃくちゃ上がる。すごい。めっちゃ上がるやん。めちゃめちゃあれやな。気持ちいいな。バズってる時みたいになってるわ。いや、ほんで数字がさ、うわ嬉しいな。数字がめっちゃ見えるからさ、リアルやんこれすごい。すごいな。めちゃめちゃこれもう元よりいくで。これ元よりいくで。いやすごいなでもこの。おもろいな。上がり方がな。めっちゃ上がる。元よりいっちゃうってこれ。いやほんま。9000いくんちゃうこれ。これ。でみんなすごいわ。みんなおもろいな。めっちゃおもろいな。みんなノリがええなやっぱり。ノリいいな。めっちゃノリええなやっぱりな。うわこういうノリの良さでおもろいな。イメトレなる。うわマジで最高や。ありがとう。うわ行くわ。あもうこれ気持ちいいわ。ガンガン行ってるわ。戻してよ。登録して。あ、新たに登録した人もおる？もしかして。うわ、嬉しいわ。わからんで、これ見てたら。この動き見てたらな。何本やったか覚えてないけど、元がな。元が、いやでも結構、3台戻したよって。なんかみんなと一緒にこう、つながってゲームしてるような感覚になるやんか。見てる人とな。だから面白いよな、これな。いや面白いわ。みんなで共有してるからな、やっぱし共有感あるわな。いけー。ゲーム感もあるし。あでもなんかちょっと止まった。じゃあね一定よ。一定。大体これぐらいやったような気する。なんか幅がこんなもん感じ。幅からいったら。むしろちょっと減ったような気する。まだ減ってるような気する。何倍やったん？180。あ、数十人減ってる？あ、まだ上がってるもん。うわありがとうやわほんまでも。いや一緒にこの人やってくれるのが嬉しいやんでも。数字ゲームみたいな。そうゲームに参加してる感覚がやっぱりありがたいやん。同じように共にこう遊んでくれてるいうのがな。いやでも生配信は楽しいなやっぱこういう意味でなやればやるほど楽しいな。同じように遊べるからな。いや楽しかったマジでありがたい。生でなんか知らんけど伝わるいう感じがようなんか感じるな。俺こんなにリアルタイムでめちゃめちゃコメント読むことってあんま少ないねや。いや日本のコメントはな多いからこんなに愛を持ってくれてるんやなってジョーブログに対して。いやこんだけコメント書いてくれること自体がすごいことやで逆に言ったら。そうやろすごいよこれ見てほら今も増えたもうすごいでありがたいなあ。いやありがたいよ本当にありがとうございます本当皆さん。でも根強よジョーブルグのファン根強よ。いやみんなあれやね一定やな。いやほんまに良かったです本当に今日これを感じれて。また来週もできたらやろうかなと思ってるんで。さっきのチーズは普通の味です。おいチーズはスルメちゃうんかい。いやでもよかった。まあでも今日はほんまにあれやってるけどもブレイクダウンあるにもかかわらずこうやって見てくれた人が見てくれるいうのはほんまにありがたいなとか。それが本当に 7.6 やなと思いましたなあ。いやほんまありがたい 7.7 ライブのタイトルは 7.7 にしよう。 7.7 ああなるほど。よかったわほんま楽しかった。楽しかったな。めちゃめちゃ楽しかった。まだ増えてんもん。いやほんま面白いこれ見てたらな、こういう遊びでやっているのが面白いっていうかな。メッセージ期待してます。頑張れ。ありがとうございます。まあ無理はすることはあんまないかな。無理せん程度に無理するって感じやな。まあだいたいこれぐらいと落ち着いた。あんまりもうそんなに動いてない。でも行って行って。普段通りっていうか元通りちゃう。元何倍やった？元がちょっと増えたんちゃう？元通り元ぐらい。ちょっと増えてない？元よか。いやほんまにこれぐらい。これぐらいやった。いやでもほんまになんかジョブルがすごい価値があるチャンネルやなと思ってます。こうやって皆さんの声聞いたら。いやもうみんな優しさやなほんまにな。でもなんかその思いやりと優しさがなんか伝わるわ。皆さんのなんか優しさとなんか思いやりみたいなと思う。感じるな。ありがたい。感謝しかないよなこの話な、やってくれはんのな。いや楽しかった今日は今日で。いやほんまほんま。まあそんな感じでね、また来週もできたらやりたいなとは思うんで。やっぱつながってるのは実感としてわかるから。なんか感動したこうやってコメント読みながら結構その拾うコメントとまあ読んでるだけのコメントでも読んでたらすごいこう感動もらってるから頑張る気持ちの刺激になるから。何笑ってんの？え？なんで？おばちゃんが光るに見えてきた。どうやったら見えるの？全然わからん。何光る何？おばちゃんが光るに見えてきた。光るに見えてきた。見えるか。見えはせえへんの。光る子も男前やで。男前やな。男前やで。あの子もスッとした顔してるよな。まあでもおばちゃんもババア業界の中ではいい方やで。いい線いってんで結構。顔が？顔整ってる。そんな言われたら嬉しい。ちゃうか。いやでもよかったほんまに。ありがとうございました皆さん。ありがとうございました。楽しかったです。今日は楽しませてもらいましたみんなと喋れて。でスパチャとかみんなくれた人たちありがとうほんまに。ありがとうございました。ありがとう。ちょっと楽しい時間を皆さんと過ごさせてもらいました。はいっていうわけなんでありがとうございました。ありがとう。お疲れ様です。